皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは私学の説明会で塾が知りたいこと、これ塾が知りたいことって書いちゃったんですけど、私が知りたいことです。2つあります。1つ目はその学校を受けるのに必要な内申点、これを科別コース別、知りたいですね。なぜかっていうと、静岡県の私立高校って受験できるかどうか、合格できるかどうかはほぼ内申点で決まっています。ですから内申点を知らないと生徒の進路指導ができないんですよ。もちろんね、中学校の先生方これ知ってます。生徒が私この学校単眼で受けたいんですけれど受けられますかとかね、この学校併願にしたいんですけれど大丈夫でしょうかって言われた時、この内申点を知らないと進路指導できないんですよね。知っていれば、あ、大丈夫だよとか、もうちょっと頑張って内申点行ってあげようかとか、そういうことが言ってあげられます。ですからこの学校、その内申点、それを知っておきたいと。これはどこの塾さんでも同じだと思います。2つ目ですね、これは生徒の入学時の学力と高校3年時の学力、この推移を知っておきたいと思っています。なぜかと、これは例えばある学校では全体としてね、この学年の高校1年の時の偏差値このくらいだったのが2年時はこのくらいで3年時はこうなりました、ね、そういう変化を教えてくれる、ね、学校もありますし、この大学に受かったこの子は実はね、高校1年の時はこのくらいで2年から頑張ってこのように合格したんですよという話が出る学校もあります。それを知ることで、ああこの学校は学力を伸ばしてくれる学校なんだなって、そういうことが分かるんですよね。ただね、進路だけどこの大学に何人受かってどこの大学に何人受かってますって、そういう資料だけでは見えない部分がこの学力の変化を知ることで分かる。だから私はこの生徒の学力の推移、入学時2年3年の時の学力どうなっているかというのを知りたいと思っています。まあ個別にはもっとたくさんあるんですけれど、それはまた別の機会で、今回は私学の説明会で塾が知りたいことというタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。